いました。本日もパレットトークのチャート分析させていただこうかなと思います。現在9月18日午後16時4分 YouTube ログがしております。はい、現在のパレットですけども 70.3 円ということで、ちょっと価格がね停滞しているような状況になってきているように見えるかもしれません。しばらくね最近こう70円台の動きかなっていう印象を多分ね私も含めて皆さんもお持ちなんじゃないかなと思います。ではここのね70円からパレットどう動き出すか、ちょっと皆様と一緒に検証していきたいと思います。現在のパレットですけども、まあ、70.3 円で、まあ、ちょっと陽線になっているような状況なんですかね、少しね、まあ、ただですね取引を下に表が見えると思うんですけども、ほとんどないんですよね。ここがちょっと気になるところ。まあ、他の仮想通貨もですね、まあ、今日は、上げ下げこうパーセンテージも大体 5% 未満というかものが多いんですね。ほとんど動きがないような状況なんで、あんまり動いてない形にはなってるかと思います。これはコインチェックの方のね仮想通貨の通貨リストのところもそうですし、あとコインマーケットキャップのまあ100位ぐらい200位ぐらいまで見てもあんまりこう、まあ中には動いてるものもあるんですけども、基本は動いてないものが多いので、まあ、そこはあんまり気にしなくてもいいかなと思いますね。でこのパレットですけども、おそらくはちょっとここからまたね下に行くのかなと思います。じゃあ下に行くっても60円に行くっていうわけではなくて、おそらくまあ 69.5 ぐらい、まあ狭ければ70ぐらいかなというぐらい、まあ、ちょっと陰線もちっちゃくて、こうこの、ま、真横のやつですね、陰線が、なんか10個ぐらい見えると思うんですけども、本当に見えるか見えないかの陰線もありますけども、まあ、そういう感じでちょっと右肩下がりに下がってきているのが確認できますよね。今、大体下で言うと18時っていうのが多分確認できてると思いますけども、その18と、18っていう、これ日付になりますけども、日付の18と18時っていうところの間の展開がね、またこうコピーされるように動くんじゃないかなと思います。まあ、本当に似てますし、まあ、相場を取り巻く環境っていうのもほぼ一緒かなと思うので、まあ、少し陰線がですので、まあ、こう小刻みないやつですね、このちっちゃいのがスルスルスルって出てきて、まあ、70、まあ、下げるか下げないかもよくわからないかなぐらいの感じでちょっと下がってきてっていう形を想定してますね。ただその出終わった瞬間の次の展開がちょっと読めないです。まあセオリーというところでいくとですね、まあおそらくその陰線が出た後に、まあ場合によってはやっぱり68ぐらいまでとか下げるっていう形になりそうだなっていうふうには思うと思うんですね。多くの方は多分そう思うはずです。まあ、ちょっと違う方はまたね、逆に私ともしかしたら意見が似てるかもしれませんけども、まあ、セオリーは68なんで、まあ、そこのやっぱりシナリオもしっかりイメージした上でなんですけども、私はね逆にやっぱりちょっと上がるんじゃないかなと思ってるんですね。71それから72に向かうような展開がなんか、まあ、ちょっと相場のこの分析とは逆になんですけども、ちょっと矛盾してるパラドックスかもしれませんが、感覚的には上がっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ上がっていくのは条件がやっぱりあるとしたら、まあ、少しやっぱ材料的なものっていうかパレットにちょっと追い風が吹くような形で上がっていければベストかなと思うんですけども、やっぱりちょっと直近で出てこないと68ぐらいまで下がっていく形にはなりそうかなというふうに考えてます。ただまあそろそろ何かパレットの関連したものがねそろそろ出そうだなってなんとなくなんですけども思ったりもしているので、ちょっとその辺がね、どう出るかによって、その2つのパターン形成するかなと思います。何もなければね、ちょっと下目線かなとは思うんですけども、パレットってやっぱりこう、取引を見てると人気がないようにというか、あんまりこう、ちょっと他のものにね、流れてしまったかなと思う方も多いかと思うんですけど、これはね、騙されてはいけないと思ってます、私は。まだまだ水面下の人気、それから可能性、ポテンシャルに期待する、それから何かこう確信を持っている方が私は多いと思うので、パレットはやっぱり目を離すべきではないかなというふうに判断しています。まあ、ベスト3の中にはやっぱり私はパレットが2022年ですね、注目する仮想通貨のやっぱり3つに入ると思いますので、まああとね年末まで4ヶ月ぐらいありますけども、まあちょっとパレットはやっぱり注目するべき値する仮想通貨だなと判断はしているので、まあ、なんとなくそういう感覚もわかるというか、まあ、すごい人気が今表に出てないですよね。ちょっと IOST の方にこう光というかこうなんて言うんでしょうね、当たってる感じだと思うんですけども、パレットは光はそんな当たってないかもしれません。実を言うとちょっと
内容だって盛り上がった時から比べるとちょっと時間も経ってしまったというのもありますし、ちょっとあまり皆さんも周りどうですか、パレットっていうの最近昔より聞かなくなったんじゃないかなと思うんですね。ただですね、人気は衰えてないどころか、まあ高くなってる気もしないでもないので、やっぱり目を離してはいけない仮想通貨だなと思いますね。いつ動き出すか分かんないです。これは本当に買いたい人はまだまだ多いと思うので、その人たちがもうそろそろそこかなって判断したら、おそらく買い始めると思いますので、その時はやっぱり陽線がでかいのが出てくるはずで、まあ、そこはサインかもしれないので、まあ、ちょっとその辺で陽線が出たタイミング、でかい陽線が出たタイミングでちょっと乗り遅れたかなと思うかもしれません、その時はですね。ただその辺で買うとちょっとブレイクアップの感じになるかもしれませんし、まあ、そろそろまあ上昇トレンドに本格的に入っていくと、まあ、第2弾だと思うんですけども、そういうサインかなと思うので、ちょっと1本目の陽線に、それもある程度でかいやつですね、ボリュームもあって、しかもちょっと今71円手前ですけども、70、まあ、上がれば上がるほどサインだと私は確信して、ちょっとそこからまた買い増ししていこうかなと思うんですけども、74、まあ、73ぐらいかな、そのぐらいの陽線がガツンと出たらちょっとサインかなと思いますので、ちょっとそこからまた73からまたね下に来るかもしれませんけれども、一旦ちょっと買い増ししていこうかなというふうに考えてますね。はい、ということで今回ですね、パレットトークちょっとね、本当に昨日から見てもちょっと時間も経ってしまっているんですけど、あんまり動きがないように見える数字だったと思います、価格的にはですけども。ただですね、これは本当に、まあ、いつ来るかの問題かなと思います。まあ、ニュースが出たらね、それに応じて上がるっていうのは当たり前なんですけども、ニュースがなくて上がったとき、特に気をつけた方がいいかな。まあ、気をつけた方がいいっていうか、私はそういうチャンスかなと思うので、そこで乗ってみようかなと思ってますね。まあ、ニュースが出たら出たら、ね、まあ、それは普通に上がると思いますよね。それはまたちょっと話が別ですので、まあ、上がるパターンとしては普通に考えたらやっぱ2パターンですね。先ほど言ったようにニュースが出る。それから、買おうって決めた投資家さんのまとまった買いが入ってくる、この2つパターンだと思うので、ちょっとそこに注目してみてください。まあ、下落するときはさっき言ったように68の方にゆっくり起こってきてみたいな感じで、まあ、ただ気をつけなきゃいけないのはやっぱり落ちるとき早いかもしれないので、ちょっと思ったより深掘るかもしれませんけども、逆にそこはもしかしたらチャンスになるかもしれないので、その場合はでも落ちたときは逆に落ちたタイミングで拾うんじゃなくて、落ちてコツンと止まったときに拾うって形で臨んだ方がいいと思います。ちょっと思ったより深いかもしれないので、その辺は注意した方がいいですね。はい、ということで今回もパレットトークのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。